桜と妖精。寒さがまだ残る冬の終わり、町はまだ雪で覆われ、家々の屋根にはキラキラと雪が積もっていました。早く春が来ないかな。町中の人たちが暖かな春の訪れを待ちわびています。そんなある日、さくらちゃんは庭で遊んでいるときに、ひときわ美しい雪の結晶を見つけました。その結晶には桜の模様が刻まれています。とっても綺麗。こんなの見たことがない。雪の結晶を手に乗せると、冷たいはずなのに不思議と体がポカポカしてきました。雪の結晶なのに暖かくなるなんて不思議。さくらちゃんが驚いていると、目の前がキラキラと輝き、美しい女の人が現れました。はじめまして、私は春の妖精です。妖精は羽をけがしてしまい、春を告げられないのだと言います。春の妖精は自分の代わりにさくらちゃんに春の訪れを伝えてほしいとお願いしました。さくらちゃんはやってみたいと思いましたが、やり方がわからないので答えに困ってしまいます。もじもじしていると、その結晶を持って町を巡るだけでいいの。そうするとね、雪が溶けて花が咲いて春がやってくるわ。春の妖精はにっこり微笑みました。翌朝、結晶を持ったさくらちゃんはちょっぴり不安そう。私にできるかしら。でも勇気を出して歩き始めると、不思議なことに町を覆っていた冬の空気がほのかに暖かい春の空気に変わったのです。町に春がやってきました。雪だるまも雪うさぎも溶けてしまいますが、その代わりに広がるのはきれいな緑と美しいお花たち。おい、みんな、春がやってきたよ。春を届けてくれてありがとう。町の人々は嬉しそうにさくらちゃんに手を振ります。さくらちゃんはみんなの笑顔が嬉しくてスキップしながら進みます。町を巡り終わる頃には暖かな空気で結晶は溶けてしまいました。でもさくらちゃんは悲しい気持ちよりもワクワクした気持ちでいっぱいです。きれいな花冠を作ろうかしら。ピクニックに出かけよう。町の人たちもさくらちゃんと同じ暖かな春の訪れに心を躍らせています。そこへ春の妖精が現れました。ありがとう、さくらちゃん。おかげで怪我も治ったわ。これはお礼よ。そう言うと町中の桜が満開に。色とりどりに染まった町には素敵な笑顔があふれるのでした。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。